こんにちは、ミントの平子です。こんにちは、ミントの松田です。はい、今日はね、あの川口駅見えるかな、川口駅に来てます。今日はですね、元バドミントンダブルス全日本チャンピオンの、今はですね、あのコンディショニングルームといってトレーナーさんをやっている、片山さんに会いに、川口駅までやってきました。先日あのミントンの壁という商品を出しまして、で、まあ、それをね、あの片山さんのコンディショニングルームにも置いてもらってるんですけども、まあ、そこであの今日はレシーブの練習を、壁打ちの練習をさせてもらって、まあ、片山さん曰くね、あのただ壁打ちをするだけだとあまり練習にならないということで、まあ、どういうふうにこう体を使ってやったらいいのかっていうのを、まあ、第一にね、いろいろあの教えてもらいながら、僕はあのちょっと肩が痛くて動けないので元気な第一にやってもらいたいなと思ってますんで、はい、これからちょっと行ってきたいと思います。第一、今日の意気込みはどうですか？はい、間近で目の前で、ラケットを吹っ飛ばせるのが見れるのかなって思ってあるよね振ったらさ、あのなんか根元が取れちゃったみたいな動画あるよね。はい、はい、楽しみにしてた確かに見れるかもね、はい、ちょっと行ってみましょう。はい、頑張ります。はいっす。はい、それではコンディショニングルーム片山にお邪魔してます。片山さん、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。はい、今日は片山さんに教えていただきたいのはですね、はい、まあ、ミントンの壁をここに置いていただいてるんですけども、はい、体の使い方だったり、うん、あとは、まあ、壁打ちをすることによってこうどういうことが期待できるかとか、はい、まあ、何を意識してやればいいかみたいなところを教えていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、はい、よろしくお願いします。では早速、はい、何からやっていきましょう。あ、そうですね、まず、はい、皆さんはどういうふうに壁打ちをするんですか？じゃあ第一ちょっとやってみようか。はい、まあ、基本的に上手にやってるので、うんうん、これ自体がね練習になると思うんですけど、はい、自分が壁打ちで一番目的としたいとこは、本当の花よりバドミントンより早く帰ってくるので、ラケットワークとかボディーワークとかがどんどん良くなる、うん、ずっとずっと一人でやりながら連続で帰ってくるのに、ラケットワーク、ボディーワーク両方が、ね、身につくことが一番大事だと思います。で、そうすると自分で今やってる時にずっとここで一番やりやすいところをずっとこうやってたんでね、ある意味考え方ですね、真ん中から狭いところでいろ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 こういうふうにやってきたり、こっち側でやってきたり、こうきたり、いろ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 こういう、いろいろ自分に課題を与えて、この壁打ちっていうのをいろいろ使った方がまずはいいと思う。はい、で、もう一つ一番良くないかなと思うのは、壁打ちのための壁打ちで、まあ、最初そのラケットワークを覚えるのがずっとずっとこういうふうに優しくだけ優しくやるのもある意味レベルが高いんですけど、本当にラケットワークだけ手打ちでやるのはあまり良くないかなと思うんですね。それなら1でなんかね、ミスってもいいぐらいで強く打つ練習というのもまあいいかなと思いますかね。継続性っていう課題もあって、縛りはそれも作ってき続けろっていう課題も与えていくと、ね、集中力とか持続力とか、うん、コントロールとかっていうのも身につけると思う、まあ、それはそれでそういう課題はそうだとしたらいいんですけど、うん、ずっとずっとこうやってお気に入ってるようなことをするなら、ちょっと強めに打って、うん、で次の球は変えらないぐらいの、それで2球打って変えられる、そうやって打つのも練習になるし、柔らかいの練習だし、だ柔らかい球でつなげるのが大事だけど、実際は触れた方が上になってくるのが重要なんで、振る振る振る柔らかいが大事なので、基本的には真面目にやらないってわけじゃないんだけど、こういう時は遊び心を持って、インドネシア人の人はそうなんですよ ねいい意味で遊び心を持って楽しくやらないと、だから体の使い方は大事なんだけど、僕の考えはあまりこう打ちなさいああ打ちなさいっていうよりも、うん、子供たちはみんなが自由にどうやったらいいかなって相手を持ちながら、変な話、適当って言葉はどうかわかんないですけど、適当な感覚で打てるフィーリングっていうのすごい大事かなと思うんですね。で、強く打って柔らかく返すんですね。こう、強く打って柔らかく、そうそうそう、そう、強く打って柔らかくとかね、うん、強く打って柔らかくですね、強く打って柔らかく、実際は体の使い方と体を使うことが大事なので、はい、極端な話、こうなんですよ、これ、こう、
けわかんねえ。胃の3本あろうと体を使えればこうなろうと。力が加われれば一番そこで、そしたらこっちの役割がフィーリングだけでよくなるんですよ。それをするためにはすごい単純、強い球を打てば体を使う気もするので、ずっとずっと強く打つためには何か強い力を体が乱そうとするから、もちろん大振りになっちゃうとかもあるかもしれないけど、体の使い方的には先に大きく使ってから小さく使えていった方がいいから、大振りね、こっちでも ラケットが悲鳴上げてますよ。そう、その証明にもなってるよね。その中で、あの体の使い方を覚えて、体で合わせる、体で合わせるっていうのが練習するといいんじゃないですかね。メインは体でやってるので、なるほど。そこはもう子供とか皆さんわからないから、ちょっと強めの練習もしたり、課題を工夫した結果、子供たちが自然にやるっていうのがいいかな。あー、なるほど。意識してそうじゃなくて、もっとコンパクトにやれとか、例えば大振りだなって言ったら近いところでやった時にはそんな感じができないって感じね、今みたいな感じ、で強く振れって言ったら少しね、遠目からやってきたりして、ここでしっかり打つとか、もっといい音鳴らせーとか言ってたりするような課題を与えることで、しめしめその子はそういう動きをしたっていう感じですかね。なるほど。あまりそれを振り方とかやり方を指導してやると、あまり実は脳のコントロール的に良くないって言われてるのが分かってるので、課題を与えていろいろコントロールするのがいいんじゃないかなってですね。で、一番僕あのバドミントンではリズムだと思うので、いろいろリズムを取るっていう、だからなんか打ち方言われるとリズムよくやってるんじゃないか、気持ちよくやってるんじゃないかっていうのが、楽しくやれることが大事ですよね。じゃあちょっといろいろね、たくさん情報量かなり多いですけど、大地くんちょっとじゃあ今教えてもらったことを踏まえてちょっとやってみますか。いろいろね、あの自分なりにちょっと楽しんでやってもらえればなと。はい、じゃあやってみましょう。自由には自由で。でもそれをね、あのやっぱりミスなく続けられるようにすると、やっぱりこう自分でこう球を散らすようになったら安定感がやっぱなくなりますもんね。で、冷めたやつじゃないんだけど、いろんなことをやろうとすることが自分の空間認識のシャトルとの感覚とかも育てる部分があるし、コントロールをしようとしたり別の動きで同じことをするっていうのも自分の体のレベルを上げるんですよね。軸を作ろうとすると適当に打ってもずっと打つって結局ちゃんとした軸がないとできないよね、こういう感じ。消えても下がってもあそこ受けるわけですよね。そうね、確かに確かに、そこ受ける、そこ受ける、ずっとずっとここにずっとある、結局空間的な軸だけ残してるから、これでもちゃんとコントロールできたりして、的があることでそこのコントロールしなきゃいけないから、いろんな打ち方してもここにまとめるってことが、確かにやっぱり体の軸や股関節を安定させているので、上手い人たちシンプルにって言うけど、やっぱりちょっとしたラケットワークとか少し少しずらしながら当たり前にストレートに打つって微調整をしてるので、じゃあちょっと第一もうちょっとだけやってみようか。ほらやっぱね、ちょっと体を動かすとやっぱ的は外れるもんね。そう。その中でも、大地はやっぱりこういう遊びを入れるとやっぱ安定感がなくなってるから、それをしっかりつなげられるようになったらまたちょっと上達するんじゃない、シングルでもダブルでも。やっぱこう自分の体バランス崩れたところから立て直して、もう一回球しっかりあの押し出すとか狙って打つとかっていうのができそうだよね、それが上達すると。だから本当に指導者がね、自分はどういう課題を、例えば試合がいつも適当にやってて、これ適当にやってたらダメだから、もう大事にさっきみたいにね、自分の安全なところでしっかり打つっていうのは課題の人もいるかもしれないけど、でも考えないのは、めちゃくちゃから整えていこうとしてると、どんどん安定位置を探していくの、そういうフィーリング的な待ち方とかステップとか
を感覚的にこう導いてるには壁打ちが一番いいんじゃないかな。うん、まあ、体の使い方をとにかく、うん、あの壁打ちによって鍛えてくださいっていうことですかね。本当シンプルにそうですね、うんうん、もうラケットワークとかそういうところってもっと使い方っていうのは、うん、バドミントン用の羽とのフィーリングとどんどん使えるのか、うん、サッカーとかリフティングしてるんですね。ああ、なるほど、うん、だから遊び心を持っても全然いいし、そうですね、はい、ずっとずっと壁打ちだったらみんなこうつなげてるつなげてるも大事なんだけど、うんうん、もっともっと可能性が壁打ちにでもあるから、うん、はい、ありがとうございます。あ、で片山さん、そういえば、スポンジボールありましたよね。あ、そこにありましたね。なんかいろんなボールがあるので。いろんなボール。これめっちゃ難しいんだよな。足入りましたね。ちょっとやってみて。これね、難しいんだよ。これは重いのだと難しいな。もっともっと柔らかいんだったらかん。あ、ちょっと重いやつなんですね、うん、ほら、むずいっしょ。いや、本当はもっと柔らかいスポンジボールだったら全然。で、実際は羽をみんな弾いちゃう人が多いから送り込めないので、ボール続けられないんですよね。これ重いボールでこうやってきたらいいですね。軽い球で卓球でやってたりとか、スーパーボールでやるとものすごい跳ねたりするんですよ。でそこでつなげるって、ワンバンでつなげるって、ワンバンでつなげるって、体でこういうふうにやんなきゃいけない感じになるので、しっかり体で足でっていう感じ。実はバドミントンってインパクトの瞬間打つじゃなくて固定されるところがあるので、しっかりこう固定されるんですよね。ずっとリストを返しているようだけど、靴って止まるんですよ。だからそれができない人は手首折れちゃって、これ入らないんですよね。あ、なるほど。そうなんです。まだ出てくる。あ、それは負けた。それにはあ、これだってちゃんと足で それに力が負けないかっていうことも大事です。バドミントンみんな弾いちゃってるので、ね、体で運ぶっていうことをやる、しっかり送り込む。シャトルでやってすごく続く人なんかでも、スポンジボールでは意外とやっぱりその面で押し込むみたいなのが意外とこうできてなかったりするから、それを身につけるためにはスポンジボールはすごくいいですよね。これはね、実はね、ボール使うなら下に下ろした方がいいんですよ。実はバドミントンってポンポンポンって言ってるように見えるけど、トップ選手ほど1個間を空けてるので、例えばこう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 、みんなこうこうこうってイメージあるんですけど、はい、少しね、トップ選手って1個間なんですよね、これで速いっていうのがあるので、あ、いや、もうちょっと少し呼び込むんですよ。こうこうこう、早いじゃなくて、ゆっくりって、そのまま覚えるのに、こうやってワンバンでこうやってやることで、体で組み込む体力を覚えるので、こういう感じね。で、強く打つ。だから、こういうタイミングじゃなくて、こう、体で、これ、ワンバン、1個待つ。やばい。深すぎるな。これ本当スーパーボールとかあったらボヨヨっていっちゃうから。本当そんな形でやらないし、まあこれ。あ、また勝てない。要はここでやっぱりもちろんまた羽は軽いんだけど、それよりもここでは相当な力が生んでるって状態ができて、アンソフトタッチができるので、なるほど。そういう意味ではだから、でも考え方があるんですよ。いろんな課題を当てることで体に学習させるってシンプルなことなんで、これはまあ慣れてるようだけど、いろんなアイデアがあってその人が考え出せば、で股関節が安定するっていうことが一つ大事なんですけど、両方で安定する、右で安定する。
安定させてやるのもあるけど、安定しない人ってこんな感じで適当に打っちゃうから、ちゃんとそこにコントロールしよう、そこに投げよう、そこに打とうと思うことで、なんとなくトライが鋭くなってるんですよ。だからこうやりながら、こうやりながら、こうやりながらっていうことで、ここ安定するじゃないですか。人って大事にこうとすると、ちょっと止まろうとするんですよ。なんで、そしたらこれざっくりじゃなくて、壁打ちのここに投げるから、あの隅っこに当てようとか、隅っこに当てようとか、ちゃんとこれ野球のあのストラックアウトじゃないけど、ストラックアウトにしてください、全部。全部そこにちゃんと当てるってことで、股関節が安定しようとする。まあ、それに安定するエクササイズとか、そこまでちょっと広げないんですけど、はいはい、もうやるのもいいかなと。とにかく、ミスる理由を教えた方がいいっていうのも指導があるので、ミスらないようにしよう、コントロールしようとすることで安定してるっていう感じ。もっともっと正確にどっか狙うのがいいですかね。うん、実際は、みんなほとんど右側が安定しないことが実はほとんどなので、はい、そっちから走ってください。したら、そこで右足を踏み込んで、ちゃんとここに狙う。ここで柔らかく。ここで柔らかく。そうそうそう。これが何球打ってもずっとこうなるということで、安定してくれるようになってくれば、右の股関節が安定しろ、安定しろってこっちは狙ってるんですよね。で、コントロールさせることで、ここで安定する、安定するっていう。安定っていうのは、ちゃんと乗れるとこでもあるんですよね。なので、打ったらここで、よっよっよっって出た方がいいです。はい。イエーイ。やってやって。ここで、打って、よっあ、ほらほら、軸がずれてる、軸がずれてる。そういうことで、股関節は球丸い関節で点で捉えるとかで、ここで複雑性を選んでくることで、いろんなことができてくるので、ね、なるほど、別々にできる。これでも家だったらできなくないね。体育館でやってたらさすがにやばいけど、みんなだからヘアピンって名前書いて戻ってくるでも全然できない。これがバドミントンで一番ダメな終わり方っていうのは、こう残っちゃってる終わり方なんですよ。はいはいはい、とにかく行き切って終わってる方がいいですかね。なるほど。死んじゃう人は乗り切ってないんですよ。そこにはちゃんと股関節のにちゃんと乗り切ったところまで来ればこっち側があるんですよね。でも安定してない軸じゃなくて股関節に乗り切れない人、後ろに残っちゃってるんですよ。あ、なるほど。そうなると、これで取ってる人ってこうなっちゃうんですよね。でちゃんと乗った人っていうのはこれで終われるんですよ。あ、しっかり打つ、耐えなきゃ行くができるので。なるほど。だからまずは止まれるっていうところで、ここできてちゃんとなれる、こういく、戻ってくる。はいはいはい。なんかいろんな方が真面目に答えてる。真面目、至って真面目です。ここでちゃんとやってしっかりなれる。、はい、ここでやって、ここで鍵盤やってしまった。あと重いのか、そのトップ選手って頭すごい崩れるの分かります？でこう残っちゃう人たちっていうのは、つま先こんな出たら頭潰すなって言うんだけど、みんなここにちゃんと止まれる人っていうのは頭倒せるんですよね、こういう感じで。あ、こういけるんですよね、こういう感じで。で突っ込んでもこういうふうになったりするので、はいはい、でもここにうまく乗れてない人には突っ込んじゃうともう全然取れないから、うん、だから上体倒すなって指導されるんですよ。例えばバドミントンだったら、こうやってあんまり頭下げるなって言うじゃないですか。下から上げてください。頭下げたでしょ。はい、頭下げないでください。こうやるしかないっていう、自然なところでやるしかなくて、とりあえずきついじゃないですか。でもトップ選手は綺麗な股関節を持ってる人は、普通の取り方でバドミントンがこうできるんですよね。なるほどなるほど。安定してくると上体を、軸を倒すってことができてくるんですよ。はあ。軸も倒す、こう軸も倒すっていうことがあれば、普通に床際はいけるの、こうやって感じ。確かに、なんか片山さんのやってるのを見てるとね、こう軸がしっかりしてるっていうのが、もう素人目に見てもなんかこう遊んでるように見えて、すごくこう軸がしっかりしてるのが分かるよね、うん、そういう体の使い方ができるように大地も練習していきましょうね、頑張って。命、それができるようになったら日本チャンピオンになりますから。命が犠牲になったら、そう。はい、じゃあ今日は命の講座でした。ありがとうございました。
最後にこうジュニア選手のこう親御さんとかにね、ミントの壁買っていただくこと多いんですけど、まあ、あとは中学校の部活の先生とかで、そういった方に最後締めの言葉を向けていただけると。そうですね、まあ、自分はまあ、子供向けって言うとね、自分も親なんで、子供に対してね、はい、いろんなあだこうだ言いたくなる要素が、まあ、愛があるだったと思うんですけど、うん、やっぱり教えたいのは分かるんだけど、やっぱ子供の自由度っていう、気持ちの自由度、体の自由度、いろいろ作って表現を自由にさせて、その子のやり方っていうのを尊重してやらせて、最終的には自分で選んだことが自分で楽しい、自分の成功体験ってすることにできる限り導いてあげることができれば最高かな。もちろん自由にやらせたらね、なんかねじ曲がってくる人もいると思うので、なんとなく誘導はしなきゃいけないとか絶対あるんですけど、はいはい、子供の中ではしめしめ自由にいろいろ楽しく、それで身についてるっていう課題をいろいろ考えてあげて、はい、もう答えはないから、あ、そうきたか、そんなふざけすぎて全然ダメだっていうと、また課題を変えたりとか、はいはい、やっていってください。なるほど、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ今日は片山さんにいろいろ教えていただきました、はい。大地くんも今日教えていただいたことをね、またおさらいしながら壁打ちをいい練習方法として活用してもらえればと思います、はい。片山さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、頑張ってください。